本日2月9日の阪神戦は多数の新型コロナウイルス陽性判定者が発生していることを受け、中止が決定いたしました。ヤクルトスワローズ高津慎吾監督含む一軍メンバーの選手スタッフ合わせて大量14人が新型コロナウイルス陽性判定受けたと発表。阪神戦中止とかおい、やってくれたなヤクルトスワローズ。なあ、コロナウイルスは仕方ないとはいえ、試合中止はないやろ、おい。二軍の選手呼んでこいや、なあ。阪神タイガースが、いつだかな、去年か、コロナでな、なんか離脱した時、二軍から呼んで試合やったわ、なあ、試合やったんで、おい、わざわざ、おい、遠くからやな、おい。しっかりホテルまで取って、来たのはワイだけちゃうで、多分ワイだけちゃうと思うね。なあ、そんな簡単にな、15時に中止にされたらたまったもんじゃないで。2分から呼べたやろ、選手呼べたやろ。なあ、ほんまに、よてかなんかおかしいやろ最近。安倍元総理大臣班が銃撃されて亡くなってもうたり、今日はヤクルトがコロナ多発で試合中止とかは呪われてんのか、日本だ。日本呪われてるやないや、これな。俺ヤクルトに呪われなかったかけたけど、日本に呪われかけた覚えはないで。しっかりしてくれ。しかもこれコロナウイルスの中には、これ昨日先発してた高梨藩入ってるやないか。高梨藩入ってるやないか、おい。阪神の選手に移ったらどうすんねん。どない責任を取ってくれんねんな。これ荒れちゃうやろな。昨日阪神が8対0で勝って、俺3打で怖くなって、俺高津監督お得意の戦略的撤退やないやろな。戦略的撤退ではないやろうな、これな。コロナウイルスだことを逆に好機と捉えて一気に試合中止に運ぶ。そうではないよな。そうではないと信じてるで。高津マジック許さへんぞ、これは。尻尾巻いてな、帰ったところで、背中を見せたツバメに、大スバメに、レントラが襲いかかるからな、噛み砕くや。噛みついて噛み砕くや。噛みついて食らいになるからな。昨日はな、もう雷連発しちゃったけどな、傘でな、まあ、ヤクルトファンがな、もう傘持ってるから。もう雷 100% 命中やわ、傘持ってるから。あれ傘なかったらな、雷の命中率多分 75% ぐらいまで落ちるんやけどな。傘は持ってきてくれてるからな、もう確実に当たんねん、確実に当たんねん。これポケモンやったことある人にしかわからへんと思うけどな。ほんでコロナ陽性の中にガーシー砲食らった山田哲人おるやん。おい山田哲人、おい六本木遊べたんちゃうやろうな。六本木で六本木クラスしたんちゃうやろうな。な、7月7日七夕の日から始まった六本木クラス、六本木で金落としたんちゃうやろうな。浜田藩連れて遊んだんちゃうやろうな。なんかこの主力がめちゃくちゃ多いな、それにしても。清水投手、田口投手、青木選手、丸山選手、長岡選手、奥村選手。主力も多いし、なんか若手も多いよな。これ六本木で遊んでたんちゃうやろな、これ。六本木クラスしてたんちゃうんか、これな。六本木クラスしてたやろ、これ。若手とベテランで。あ、別に悪いことじゃないからええねんけどな。多分、スペシャルゲストで坂本隼人持ったんちゃうか。何やともあるな、一番言いたいのはな、そんな簡単に試合中止にされてたまるか、っていう話やね。そんな簡単にな、試合中止にされたらな、たまらんで。二軍の選手呼べるやろ、な。呼んでこいや、な。昨日8-0で負けて仕切り直したいからって、な、試合中止はないやろ。そあんな負け食らってな、最近な、ヤクルトな、巨人にもな、負け越して、勝ち越しな、連続で勝ち越しだが止まって、ちょっとな、やっぱ勢いはな、落ちてきてるから、まあ、仕切り直したいのはわかるけど、これ明日中止になったらほんまにうるさいんだろうな。明日中止はないで、さすがにな、こっからどんどんコロナが増えて、
20人とかな、30人とかなったらそれは無理やけど、これ今のままやったら十分2軍で買い聞くからな。だから阪神の2軍選手貸しとるからな。青木班の代わりにな、高山班貸しとるわ。で、長岡班の代わりには、遠藤班貸しとるわ。遠藤上班。山田テスト班の代わりは、そうやな。山田テスト班の代わりは、そうやな。足が速い。パワーはある。ミート力な、打率はちょっとまあまあ、エゴシがおったわ。エゴシ参加したるわ。山田哲さんの代わりにな。で、エゴシ参加したるから。ということで、明日はしっかり頼むで、なんとしても試合をしなさい。よろしゅう。